カバルダ・バルカルジ治ソビエト社会主義共和国、またはカバルダ・バルカル・アスアは、ソビエト連邦、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国の自治共和国。もともとは、山岳自治ソビエト社会主義共和国であったが、1921年9月1日にカバルダ・バルカル自治州は切り離されて新設され、1922年1月16日に、この山岳、アスアは解散された。 その後、1936年12月5日には、自治共和国に昇格した。1991年1月30日、カバルダ・バルカル・アスアは、国家の主権を宣言し、現在は、カバルダ・バルカル共和国として知られている。チェチェイン・イングーシ自治ソビエト社会主義共和国と同じく、カバルダ・アスアは2つの民族を内包しており、両方とも、ソビエトロシアに属していた。また、 双方ともに連邦崩壊時にはロシア人が民族的に最大多数でなかった。1934年と1975年の2度、レーニン勲章を受賞しており、1971年に10月、革命章、1972年に民族友好勲章を受賞している。カバルダ・バルカル自治州から数えて設置50周年を記念して、 ソビエト連邦で発行された切手ロシア帝国とオスマン帝国はこの土地をめぐって17世紀から19世紀にかけて戦闘を繰り広げ、結果この地域はロシアの支配下に入った。10月革命の後のロシア内戦中、この地域は1921年から山岳自治ソビエト社会主義共和国に加えられた。1922年にはこの地域は山岳、 アスアから切り離されカバルダ・バルカルジチ州に変更され、1936年の12月5日からカバルダ・バルカルジチソビエト社会主義共和国に昇格された。1944年にはスターリンがトゥルク系バルカル人はナチスドイツと協力したと非難し、住民を中央アジアに強制移住させた。また、バクサン警告をグルジアに引き渡した。 バルカル人にちなんで国家の名前となっていたため、バルカルの部分は削られ、この地域はカバルダ・アスアに変名された。1957年までバルカル人の故郷への帰還は許されなかったが、同年以降フルシチョフ政権下で帰国が許され、国名も以前のものに戻された。カバルダ・バルカル・アスアは北カフカース山岳地帯中央部に位置しており、 面積は12,500平方キロメートルである。主な川には、テレク川、マルカ川、バクサン川、ウルク川、チェレク川などが存在する。18,740平方キロメートルが河川流域で覆われており、大きくはないが100以上の故障が国境に存在する。湖の多くは山岳地帯に位置しており、氷河によって作られたものである。平地では、 タンブ観光に位置している。カフカース山脈の火山である、エルブルス山が最高地点であり、標高は5642メートルである。その他の有名な山には、リフタウ山、コシタンタウ山、シュハラ山などが存在する。木材が重要資源であり、また鉱物では、鉄、モリブデン金、石炭、タングステン、鉛などが産出され、カバルダ・バルカルアーサにとって、 重要資源になっている。これらの地域ではミネラルウォーターも豊富に湧き出している。人口動態は以下のようであった。1987年の時点では都市人口が45万人、農村人口が28万2000人であった。民族構成は以下のようであった。ありがとうございます。